こんにちは。 ANA 成田エアポートサービスの橋本です。渡辺です。普段は千葉県にある成田空港でグランドハンドリングという仕事を担当しています。グランドハンドリングについてどんな仕事かわからない方も多いと思いますが、後ほど詳しく説明していきます。私たちは今スクエアエニックスプロデュースのアイドルグループジェームズカンパニーのメンバーの方々と一緒にいます。はい、皆さんこんにちは。ジェームズカンパニーの水品葵と一文字上です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっと私たち、まだね初対面なんで、ちょっと距離感がちょっと遠いかなっていうのがあるんで、私の愛称であるマヤタソって一回ちょっと呼んでみてもらってもいいですか。いきますよ、はい、せーの、マヤタソ。よし、じゃあこれでちょっと多分5センチぐらい縮まったから。あ、ほんと、え、演習もやりたい。じゃあ1メーターぐらい縮めて。オッケー。あの、水品なので水しいって呼んでほしいです。いいでしょうか。はい、よし、せーの、水しい。おお、 1.5 メートルいった。いけた。 1.5 メートルいきました。はい、私たちは通称ジェムズカンパニー、略してジェムカンと呼ばれていて、9人組のアイドルグループとなっております。はい、今日はたくさん勉強させていただけるということで、一日よろしくお願いします。お願いします。どうして私たちグランドハンドリングスタッフがアイドルグループさんと一緒にいるかと言いますと、私たちは社内で ANA 公式 YouTube 作成に携わっていまして、今年初めに企画のアイデアを出し合ったところ、話題のYouTuber とのコラボをしようという案ができました。あ、私たちが話題の、今話題のジェムカンです言ったな。はい、はい、私たちが今話題のジェムカンでございます。そこで、ジムズカンパニーさんにお願いしたところ、快く引き受けてくださいまして、はい、今回実現に至りました。ジムズカンパニーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、ね。この動画を通してジェームズカンパニーさんのファンの皆様にも、空港での仕事やグランドハンドリング、業務の魅力ややりがいについて知っていただけたらと思います。はい、今回はジェームズカンパニーの皆様に私たちから出題するクイズに答えていただきながら、私たちのグランドハンドリングスタッフの業務について紹介します。成田空港ならではのグランドハンドリングの業務を紹介していきますので、ぜひ最後まで動画をお楽しみください。早速でありますが、グランドハンドリングと聞いて、ジェムカンの皆様はどんな仕事を思いつきますか。はい、お、いきます。またそう、グランド、陸上、陸上、ハンドリング、ということはもう地上を制するもの。おお、そうだから、もうそこにある飛行機とかを全部もうこっちに行ってください、私あそこに行かせますみたいなのができるすごい偉い人たち。え、神じゃん。そう、神飛行機空港制してるじゃん。そう、水地はどう思う。え、でもちょっと近いかもしれない、なんかさ、あの交通整備とかでもこういう風にする人おるやんか。あ、それ結構オタクに見えるけど。あれ、オタケ。でもほんまになんかそれこそ、あなたはこちらへ、あなたはこちらへって、こうなんかあの指示を出してくださる担当の方なのかなってイメージなんですけど、こう実際どうなんでしょう、教えてください。はい、そうですね、では簡単に説明させていただきます。私たちグランドスタッフは飛行機の周りや空港内のさまざまな場所で業務を行っています。グランドハンドリングとは、お客様からお預かりした手荷物や貨物、郵便物を特殊な車両を使って飛行機に乗せる作業。マーシャリングと呼ばれる飛行機を指定された停止位置まで誘導する作業。プッシュバックと呼ばれる飛行機が自分で走行できる場所まで押し出してあげる作業など、作業内容は多くあります。わお。え、プッシュバックのなんか動画とかってあったりします？ちょっとイメージがわかなくて。はい、ではこちらをご覧ください。何が始まるの？はい、これがプッシュバック前の状態ですね。今から飛行機を押し出す仕事になります。お、押し出す。あ、動いてる。押してます。すごい。すごーい。あんな大きな動いてるよ。ね。あ、あ、あ。え、
はい、実際にハンドルを動かして今作業されているという状態ですね。中から撮った動画になります。へえ、こんな目線で飛行機見れるのレアですよね。そうですね、なかなかない、うん、本当に自分たちの作業場って感じの動画になっております。これどこ見て運転したらいいかめちゃめちゃ迷う。分かんない分かんない。どう見てるんですかこれは。そうですね、難しいんですけど、タイヤの動きを見ながら機体をどっちに向いているのかななど、そうですね、もちろん飛行機大きいですので、その周り危険なものがないかというのを確認しながら作業しております。めちゃくちゃ神経使う ね、 ね、いろんなところに注意を払いながらお仕事されてるんや。ねえ、すごい。でもちゃんと曲がってるよね。え、飛行機って後ろに下がるだけじゃない、あ、曲がれる。ちゃんとお利口さんだね。それぞれの作業には資格があって、うん、訓練を重ねて無事試験に合格すると一人で作業を行うことができます、うんうん、おー、一人前ってことか。そうですね。でも2人はこの3つの作業は私は分かったんですけど、他にも多分作業とかあるのかなと思ってて、どの作業してるとかってありますか。渡辺さんはどんな作業ですか。はい、私は入社3年目ですね。うんうん、マーシャリングってご存知でしょうか。はい、マーシャリング、そうですね、マーシャリング、前のシャリング。私はシュノーケリングしかわからない。マーシャしかわからない。そうです。なのでちょっと知識はありません。教えてほしいです。はい、じゃあ実際にマーシャリングの作業動画を見てみましょう。こちら私です。背中かっこよ。ありがとうございます。このために撮ってくれたってことですか。そうですね、で今飛行機が来ましたね。ここ、あ、来た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 。これは見えてるってことですもんね。はい。わあ、すごい ね。今こうやってしてる、うん、こっちおいでって。なるほど、目印や。これはまだそっちで、あ、動きがあった、はい、徐々に指示を出して動き曲げてますね、うんうんうん、今これね、うん、なんか内側向いてくださいみたいなやつだよね。曲がってください、こっちに。そう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 、おー、すごいすごい綺麗にさ、うん、この誘導通りにちゃんと飛行機消えるよね。あ、正面向こう、パイロットに見やすいようにはっきりしっかり振ってやってます、うんうんうん、もう筋トレですね、もう。すごい。あ、変わった変わった、これはまっすぐです、多分、はい、当たりです。素晴らしい。やった、すごい、すごい。これってめっちゃ早くやったりしたら怒られますか。そうですね、ちょっと止まっちゃうかもしれないですね。もう一定のスピードが決まってるんですね。はい、あとはまあ自分で調整しながらやってますね。お、また変わったよね。パイロットさんも飛行機を操るけど、このマーシャリングをするってことは操ってるってことよね。そうですね。うわあ、またこれは止まれっぽいですね、うん、素晴らしいです。もうセンスありますね。うわ、慣れちゃう。やったなっちゃう。なります。すごいね。他にもなんかお仕事をされているもの知りたいんですけど、うん、何があるんですか。はい、あとはパッセンジャーボーディングブリッジと呼ばれる、お客様が飛行機に安全にご搭乗いただくための橋ですね、うんうん、こちらも動画がございますので見てみましょう。こちらです。お、みずし、はい、パッセンジャーの意味、こちら英語なんですけれども、パッセンジャー、はい、パセリジンジャー、 No。 飛行機でパセリジンジャー何するの。体に良さそうっていう。でもブリッジは橋でしょ、うん、パッセンジャー、パッセンジャーってどういう意味ですか。パッセンジャーはお客様という意味になります。おお、お客様をボーディング、ボーディング、まあ、ボーディングが分からなかったとしても、うん、お客様橋。確かに、だってこれ今ね、橋つける作業だもんね。はい、そう。おお、ということは水氏何でしょう。お客様橋。そのまんまやないかい。正解は教えてください。はい、ボーディングは搭乗という意味になります。ああ、うん、
かに。だから人をね、こうやってお客様を運んで、うん、ここを取っていいですよっていうする橋を架ける仕事ってことですね。大事やに、降りれんかったら大変やもんね。あとは手荷物や貨物の投稿祭を行っています。おお、わっ、出てきた。これはどこから乗るんですか？これはあのはしごが横についていて、そちらからよじ登って。よじ登る、すごい。わあ、いっぱいお仕事あるね。うん、ちなみにじゃあ橋本さんはどのようなお仕事されてるんですか？はい、私は入社5年目で、最初は渡辺さんと同じような職業種ですね、うん、行っておりましたが、今は担当が変わってですね、トーイングと呼ばれるエンジンのかかっていない機体を引っ張って動かす業務や、センダーと呼ばれる、パイロットと地上でコミュニケーションを取る業務を行っております。なるほど。はあ。ちょっと私あの1枚目の、うん、あのキメキメの橋本さんが気になって確かにこれ真似しちゃった、かっこよくて、うん、これは、はい、これももしかしてこの動画のために撮ってくれた写真ってことですか？あ、もちろんです。わー超リアや、ね、ここでしか見れへんよ、はい、すごい。この後しっかりこの機体もプッシュバックさせていただいてますので。おー、ジョエイ。センダーっていうのはパイロットさんと連絡を取る人ってことなんですね。はい、そうですね、まあ、やはり飛行機パイロットから全部見えるわけではないので、機体が安全に、動けるような状態を作っていますよっていうのをしっかり上にお伝えして、機体が今どのような状態ですっていうのをしっかりお伝えできる仕事になっております。え、飛行機の目や、うん、大事だね。うんうん、わーすごいね、お二人ともすごく責任のねあるお仕事されてるんですね。それでは早速ですが、うん、今日は私たちの仕事にまつわるクイズをジェム館の皆様に出題しますので、うん、お答えいただこうと思います。はい、はい、よよろしいでしょうか？はーい、大丈夫です。それでは第1問。おい、飛行機のお客様がお乗りになる床下にはこのような貨物室があります。おお、すごい。その貨物室で運べるものにはどんなものがあるでしょうか？飛行機で運ぶもの、私は、いつも空輸されて私の家に届くもの。お、化粧品。あー洋服。あー、わかるね。そう、確かに、まあ、絶対運べると思うんだ。確かにそのイメージすごくあるね。みずしーは？し、なんかほんまかわからんけど、うんうん、動物園ってさ、動物さんどうやってこう、うん、こっちですよってやってるかって、うんうん、飛行機で運んでるのではと。ほう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 、そんな匂いがします。動物さん入れるかな、ここ。分からんね、聞いてみないと。ちょっと正解を教えてもらってもよろしいでしょうか？はい、あ、洋服、動物、当たりです。わー、はい、いけるんや。いけます。他にも航空機に運べるものとして、皆さんの身近にあるお肉だったり、魚介で果物、野菜などの鮮度が重要な生鮮食品と、緊急を要する医療機器や医薬品、電子機器、車、精密機器などあります。また動物、美術品、コンサート機材、救援物資なども運ぶことがあります。なるほど、なるほどね。じゃあ私たちがもし海外でライブをするって時には、あの、運んでいただけるってことですね、コンサート機材を。任せてください。お、自分たちが運ばれるのかと思った。ここに入るのかと思った。あの、そこじゃなくて上のところに。そうだね、あの、座らせてもろて。そうえ、でもすごい精密機器とかすごい大事なさ、貴重品とかをさ運んでくれる大事なお仕事やね、本当にね。はい、質問です。お、はい、なんか逆に運んじゃいけないものとか、飛行機ではこれが NG なんですみたいなのありますか？はい、もちろんあります、うんうん、発火の可能性のある、花火やライターですね、あとリチウムイオンバッテリーなど、非品と呼ばれる
もの、特殊な、申請が必要であったり、うんうんうん、運ぶことができないものもございます。あ、危ないもんね。それでは第2問。2問、はい。ANA では貨物だけを運ぶ貨物専用機を運用していますが、うん、中でも2019年に就航したボーイング777フレーター、通常ブルージェイですね、うん、には何トンの貨物が乗せることができるでしょうか。はい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 、はい、こちら、ボーイング777フレーター、フレーターということで B777F と見ましたということなので777トンです。え、そういうこと。うん、そこに答えがあるの。そう、そこが自慢だから飛行機の名前に入れた。え、俺777トン運べるぜっていうやつです。え、そうなの。え、じゃ逆にそれは重すぎるかなってちょっと思ったよだって1トンって何キロ。1000キロ、うん、米だからいくつ運べるよって思って。いっぱいでしょいっぱい。でもこの飛行機自体がやっぱりすごく大きくて重たいものやから、自分を運ぶのでも精一杯なんじゃないかなって思うから、A 氏は控えめに5トン。5トン少ないでしょ絶対5トン少ないよ。だって重たくて大変そうなんやもん。正解は何ですか。はい、正解は約100トン。 100? はい、象に例えると約20頭分になります。なんで象に例えたっていうところが聞きたい象が20頭、うん、ということは、まあそうですね、100トンということでございますか。ちょっと700には届かないです。そうですね、すいませんでした。象何匹いるよっていう、ね、でも本当にたくさんの荷物が運べるっていうことなんですね。はい、うん。それでは第3問。お客様からお預かりするスーツケースなどの荷物はこのようなコンテナですね。コンテナと呼ばれる専用の入れ物に入れて、皆様がお座りになる座席の床下に積んでいくんですが、この中には一般的な大きさのスーツケースは何個くらい入るでしょう。あ、なるほどね。スーツケース表現するね、はい、okay. こんぐらいです。はいはいはい。これが何個、うんうん、さっきのコンテナに何個入る。え、でもコンテナ自体の大きさを全然わかんない想像ができない。けどなんかコンテナっていうぐらいだから、うん、いっぱい入る気がする。うん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 。で、貨物車、貨物専用の飛行機では100トンがいけるってことは、うん、1個ずつ、スーツケースだもんね。で、いっぱいいっぱいやったらさ、うん、運ぶ大変じゃない。え、なんかさっきあのヒントになりそうな画像が出てたのになんかなくなったからちょっと、一瞬見えたよね。一瞬見えた。え、表面上で一瞬で数えたんやけど11個ぐらいあった。前々から数えてたやろ。あ、こちらですね、はい、これ奥行きを考えろ。私奥行き2個分ぐらいだと思います。ってことは倍にしたら22。22個でファイナルアンサー。はい、ではファイナルアンサー22個でいただきました。はい、正解はですね、30個から40個ほど入ります。もうちょっと入るよ。そうですね、はい、ちょっと怖い、あの空間把握能力がもう少し必要だったみたいです。養わないとね。でもすっごい無駄なくしっかりこうキュキュに入ってますね。そうなんですよ、うん、でもうまく詰めると達成感があります、うんうん、何事も経験を積むというのが大事ですね。おや、なるほど、積むのね。ということは絶対テトリスも得意なんですね。もちろんです。おー今度見せてもらおう。ありがとうございます。ありがとうございます、勉強になりました。それでは次のクイズです、うんうん、私たちは貨物の搭載だけでなく、うんうん、機内でお客様がご使用になるお水の給水作業もしてます、うん、じゃあおさて ANA が所有している飛行機、うん、エアバス A380 には何リットルの水が入ってると思いますか。これってちなみに飲み水とかもですか。とこちらは飲み水ではない。おなるほど。手洗ったり。あなるほど、手洗いとかも
こらこら人様のチャンネルやめなさいアイドルでしょ。でもはい、質問です。エアバス A380 ってどのくらいの大きさですか？そうですね、2階建ての大きな飛行機になりますので、大体座席の数が520人ほどあります。すごい、そんだけの人の必要なお水でしょ、うん、そうだよ。でも私1日は飲む水だよ、うん、飲む水で2リットルだから2リットルは必要だと思う。あ、そういうこと。で520人でしょ、うん、だから1000リットルが欲しい。あ、でも確かに、でももうちょっと欲張りたい。そんなに欲張ってどうすんの。もしもの時のため、あの潔癖症の人とかこれ一生懸命洗うやん、うん、そうそう、だから、うん、1250 なんで刻む刻んだ1250ぐらい欲しいです。実際どうですか。はい、飛行機の機種にもよりますが、うん、先ほどのエアバス380では、うん、約1700リットルもの水を積むことができます。うわー、うもっとあったよ。てか1700っていう単位を見たことがない、うんうん、運べないよ自分じゃ、ね、すごいね、すごいね、うん、でもやっぱりたっぷり積むことで、そのロンドンとかニューヨークとか、うん、やっぱり行くのに1日ぐらいかかっちゃうとか半日ぐらいかかっちゃうところもあるから、うん、そういうところまで飛んでも安心っていうことだ。確かに、うんうん、な、あのちょっと一つ気になったんですけど、うん、今この出していただいてる画像の飛行機、うん、すごいあの絵師のカラーと同じ水色でめっちゃ可愛いなって思ったんですけど、うんうん、はい、お気づきありがとうございます、うん、そうです、うん、こちらは成田空港からハワイのホノルル専用機で、うんうん、世界一の大きさを旅客機エアバス A380 型機という飛行機です、うんうん、おー、これが例の、はい、うんうん、ハワイで神聖な生き物とされているウミガメがデザインされていて、うんうん、3色あります、うん、おー、それぞれ表情も違います。え、そうなんや、はい、こちらのデザインは成田空港でしか見ることができません。おー、じゃあ、うん、このウミガメさんの飛行機とお近づきになるには成田空港行くしかないね。そう、成田空港に行きたい。行きたい乗りに行きます。乗らせてください。はい、ぜひいらしてください。いかんねん。それでは、荷物も水も積み終わったというところで、うん、出発準備が整いました。おい、うん、次に飛行機は離陸する滑走路まで移動する必要があるのですが、うん、飛行機は自分で走っていけるでしょうか。お、でも、うん、さっきなんかあれだったよね、うん、こうやってマーシャリング、うんうんうん、してる時は走ってたね、すごく、うん、だから目印は必要かもしれんけど、綺麗にこうやってね自分で曲がったりとかもしてたし、うん、走れるんじゃない。ねえ、走れるに決まってますよ、だって飛行機ですもん。走れると思います。はい、実は飛行機はですね、うん、エンジンを使って前には進めるんですけども、うんうん、自分の力だけではバックができないんです、はい、なので、空港の出発ゲートから自分で前向きに走れるようになる場所までは、うんうん、私たちグランドハンドリングスタッフが、飛行機を押し出してあげています。で、この飛行機の押し出す仕事のことをプッシュバック作業と呼ばれています、うん、こちらね、そうですね、こちらですね、うんうんうん、皆さんも空港でご覧になったこと一度はあるのではないでしょうか。なんか見たことある気する。うん、なんかあの飛行機ってあんなに大きくて小回り効かなそうなのに横にすごい並列で並べられてる時があって、 あれを見た時にどうやってそこまで入ってるんだろうっていうのを考えてたりしたから、うん、そこに入るのもマーシャリングが必要で、そこから出ていくのにそのプッシュバックが必要ってことですか。はい、はい、その通りです。おー、知らなかったね。初耳あった、うん、トーイングトラクターという特殊車両で飛行機の前輪を抱えたり、うん、トーバーと呼ばれる棒のようなもの、うん、こちらを車両と飛行機のくっつけて押し出してあげてるんです、うんうん、へえ。ではこちら動画を見てみましょう、うんうん、はい、おートーバー見えるね、ね、赤いのオレンジのですね、うん、赤いの、うん、すごい。でもこっから
どうやってこうね運転していくんだろう。大変だよ、押すのってすごく力がいる。背中押すのも大変だもんね。うん、アイドルみたいだね。ちょっとエモい。動き出してますね。あー動いた。すごい、なんでこんな重たい飛行機動くの？車体自体が、この車両だと50トンありますので、飛行機を押すパワーもしっかり持ってる車になります。すごい。あの車だけで50トンあるんですか？そうですね、車体だけで50トンあります。50トン。このもしかして車両を動かすにも免許とかが必要ですか？免許っていうのはちょっとないんですけど、自分たち ANA では資格として社内資格で、車両運転できるできないを取っております。資格、それはやっぱ運転めちゃめちゃ難しいし、普通の車とは全然多分感覚違いますもんね。はい、グランドハンドリング業務では全て資格制になっていまして、このプッシュバック、そして先ほど話にあったトーイングというのも、資格を取らないとできません。お、すごい、見て曲がり始めてる。曲がった、どうやって曲がってるんですかこれ。これはですね、今トーバーと連結部があるんですけど、車体をちょっとずつ曲げてゆっくりゆっくり押し出しています。すごい繊細な作業やね、すごい。やっぱり機体も大きいので、大きい動きではなくちっちゃい動きで、キープしたような状態で押し出していくっていうのがプッシュバックになります。実はですね、最近このプッシュバックっていう作業を、自分も訓練を開始しましたので、皆さんが乗る飛行機をもしかしたらプッシュバックさせていただくかもしれません。おー、教えてもらってはるの、はい、すごい、すごいね、努力家ですね。はい、ありがとうございます。これからも頑張ります。資格っていくつぐらいあるんですか全体で。はい、空港内で運転する、特殊車両の運転資格、あとはドア操作などの作業資格、ドアまで、はい、同じ作業の資格でもまた、飛行機の種類によって別資格になりますので、細かく分けると100個ぐらいあります。100? うわー、ちなみにお二人は今おいくつぐらい持ってらっしゃるんですか？はい、そうですね、だいたい半分ぐらいって感じですね。半分、寝てらっしゃいます？はい、しっかり寝させていただいております。よかったです。すごいね、勉強し続けて偉い、私も頑張ります。頑張ろう。じゃあ次、ね、うちらからもいっぱい聞きたいことあるね。もうなんかいろんな情報に触れるのが新鮮すぎて、質問したいんですけどいいですか？はい、はい、どうぞ。皆さんが作業する際にやっぱりこれは持っとかないとこの仕事始まんないぜみたいな必需品、何があるか教えてもらってもいいですか？はい、たくさんあります。まずはですね、こちらに置いてある笛ですね。めちゃめちゃ笛、はい、めちゃある笛、本当に普通の笛です。飛行機がたくさんいる空港内はエンジン音なので会話が取りにくいという状態ですので、誘導作業を行う際には、この笛を使って誘導しています。へー、すごい、ね、じゃあいろんな、でも笛って1個の音しか出ないじゃないですか、どうやってやるんですか？確かに、どうやってコミュニケーション取ってらっしゃってるんですか？はい、笛の吹く長さ、短く吹いたりだとか長く吹いたりとかっていうタイミングをずらして誘導してます。なるほど。でもちょっとでもなんかうんってなったらもうね、結構集中して笛もなんか吹かないとって思っちゃう。すごい面白いね。あとはこの軍手ですね。軍手、軍手、あ、色違いだ、ほんとだ、はい、ピンクが女性用でちょっと小さめで、青がちょっと男性用の大きめのサイズになってます。これちなみに人差し指なんかこうカタカナ4文字ぐらい、なんかなんて書いてるんですか？こちら確認という言葉が書かれてます。確認、私たちはより確実な作業をするために試作故障を実施しております。試作故障とは行動する対象物を指出して意識を集中し、
確認よしと声を出すことで、うん、より確実性安全性を高めヒューマンエラーを低減するための工夫をしてます。なるほど。せっかくなので皆さんも私たちと一緒に試作故障をやってみませんか。はい、やりたい。あ、すごい。わー、いいな、かっこいい。プロだ。プロ。おー、すごい。私に続いて真似をしてみてください。はい、ではいきますね。確認よし。確認よし。ありがとうございます。お上手です。イエーイ。もうこれで我々もできる。確認よし。それ欲しいです。その軍手は欲しいんですけど、うん、もらえますか。とこちらの軍手はですね、うん、ANA のブルーベースツアーに参加していただく皆様がグッズを購入できる場所がございますので、うん、ご興味がある際は、ツアーに参加してみてください。はい、ちょっとあのうちのジェムズ君、うん、スタッフの人にもあのめちゃめちゃ好きな人がいるんで連れてってもらうと思います。確かに、みんなで行こう、はい、ぜひ来てください。さて、飛行機を無事に押し出して、うん、飛行機が自力で済み始めたら、うん、作業員が整列してお客様と飛行機をお見送りします。ほう、グッバイウェーブと呼ばれています。こちら動画ありますので。お、はい。あ、おてて、フリフリ。私これ見たことある。本当？うん、でもすごいこの飛行機に愛着がある人が、うん、なんか行ってらっしゃい俺の飛行機みたいな感じの愛だと思ってたいつもありがとうなみたいな感じで。そう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 え、そうなの？でも全機種心込めてお送りさせていただいてます。そうですよね、はい、なんかそのたまにだと思ってたから。あね、え、グッバイウェーブなんやね。うん、こっちかと思った、ね、ウェーブだから。そう、ライブで私たちアイドルはライブの時にウェーブとか、やっぱアーティストさんとかも言うと思うんですけど、うん、そっちのウェーブに勘違いしちゃったってこと。そう、上手下手これをあの飛行機の周りでみんなでこうやってやるのかなって思うな普通にすごくご丁寧に中には気がついて手を振り返してくださるお客さんもいらっしゃいます。私です、はい、うん、やはり振り返してくださるとすごく嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。キャーファーストタワーではさてさて、はい、私たちを見送った飛行機は無事に離陸し、うん、目的地に着陸しました。おーい。さて、到着での私たちの仕事は何でしょう。はい、おい、手を振る。ほらもう一回手を振るの。そうそうそう。だっていらっしゃいませー。ようこそー。なんかウェルカムウェーブそれもいいと思うけど、でもやっぱりこう出発の時と反対にこう同じことをどんどんしていくじゃないの。そのお迎えもそうやし、うんうん、荷物とかこうやってね運んだりとかじゃないですか。うん、その通りですね。おではじゃーん、これは何でしょう。これは渡辺さん。はい、かわいい。こうしてるね。これはでもさっき見た動画で、あ、なんかさ、うん、こんなんしてたもんね。あのあれだよね、あの TM レボリューションと同じ。違う、妖精じゃない。あ、違う違いました。これは何ですか。はい、これはパドルといって、うん、飛行機を指定された停止位置に止めるため誘導に使う道具です。おー、なるほど、なるほど。これでね、飛行機を駐機場、うん、私たちは駐車場と駐輪場しか分かんないけど駐機場に導くんですね。はい、そうです、マーシャリングと言います。おお、大きな飛行機が自分の誘導でぴったりと停止線に止まった時はいつもやりがい感じてます。この画像みたいにすごいドンピシャですね、はい、中心のど真ん中。うわー、確かに毎回ベストショットであげたいよ ね今日の今日の一枚で、ね、今日のマーシャリング、そう、いいでしょ。いいですね。確かに気持ちよさそうじゃあちょっと動作だけ私と一緒にやってみませんか、うん、あ、ぜひやりたい、はい、ちょっと任せてください。私たちサイリウムで鍛えてるんで。いや、ダンスって言いなよお願いします。はい、はい、ちょっとパラ、あのね、すごいね、パドルがカラフルで、これはこの色だっけなんですか。はい、こちら、うん、パイロットからよく見えるように、うん、蛍光色のオレンジを使ってます、うん、なるほど。これ見ながら
パイロットさんがこれ停止とかこうこっちだよって運転されるんですね。はい、それでは早速代表的な動きをやってみます。はい、まずは両手を広げてピーン、はい、ピーン、でこちらで片腕だけを直角に曲げます。こっちか、こっちか、うんうん、この動きは曲がれという指示です。おお、曲がれ、曲がれですね。はい、で今度この動きを両腕で上にやります、うん、おこちらまっすぐ進めっていう指示になります。すぐ、なるほど、はい、今度こちらを下に動かしてゆっくり振ります。かわいい。こちらゆっくり進め、ゆっくり進め、はい、優しい、やります。なるほど。はい、したら次はもう一度横に伸ばしていただいて、はい、上でクロス。あ、これさっき見たやつ、はい、こちらが止まれの合図になります。とっても上手です、うん、ありがとうございます。でもなんか止まれってさ、うん、ここだけじゃないんだね。そう、ここからなんだ。ここからなんよね。徐々に徐々に止まっていただくのにゆっくりクロスしてます。あ、確かに。だって急に止まれ止まれ止まれってなっても嫌だもんね。優しさだねこれ、うんうんうん、勉強になりました。ありがとうございます。はい、無事に飛行機は目的の駐機場に到着しました。おお、見てこの夕焼け、すごい綺麗。わー、この景色も見れるってわけですね。はい、もちろん見れます。わー、行きたい。事務官の皆様、クイズはいかがでだったでしょうか、うんうん、私たちの仕事について少しは理解していただけましたでしょうか。普段ね、やっぱこう、うんうん、見えない部分のお仕事とかも今回クイズ形式で教えていただいて、うん、実際にこう飛行機に乗る前とかにやっぱちょっと窓から覗いちゃおうかなとか、どういうお仕事されてるかすごい実際に見に行きたくなりました、うん、私はやっぱり飛行機のそのパイロットさんとか、うん、あの見えるところとか分かりやすいお仕事のことは知ってたけど、こうやってグランドハンドリングスタッフさんっていう、うん、あのすごい縁の下の力持ちみたいな、うん、飛行機のことを支えてくれる人がいてこそ私たちが安全に乗れるんだなっていうことがすごく分かって、うん、一つの飛行機を動かすのにもたくさんの人がいろんな目線から確認をしてる、すごい素敵なお仕事なんだなと、皆さんプロなんやなと、すごいリスペクトが増しました、うん、増したね。ありがとうございます。次会う時は私もこうやって中から振ることしかできないんですけど、振りたい、振ります。お待ちしてます。はい、はい、ジェームズカンパニーの皆様、温かいコメントありがとうございます。また明日から頑張れそうです。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回はジェームズカンパニーの皆様と一緒に私たちグランドハンドリング業務について紹介いたしました。いかがだったでしょうか。もしこの動画がいいと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。